はい、たまたま小島です。今日は完全に秋のね、世界にやってきました。もみじが綺麗でございます。それでは今週もやっていきましょう。視聴者性格品紹介コーナー、ででどーん。まず一人目はなぎなぎちゃんです。左側がなぎなぎちゃんの友達の絵だそうです。一緒に描いたんかな。魔法使いっぽいでございますね。可愛いでございます。そして右側がなぎなぎちゃんだね。本物じゃないって言ってるのはこれは地球組ですね。騙されたと地球組ね、あれ人気ありますね。小島ちゃんまだ本物食べたことがありませんのでね、魔法使いっぽい子がいるので、その子に本物出してって言ったらね、出してくれるかもしれません。じゃあ出して、へへへ。はい、なぎなぎちゃんありがとうございました。お次はこちら、ゆずりんちゃんからでございます。これはね、すみこ暮らしの小鳥っ子のねテーマのイラストになってきますけども、こじまっち、これは食われているのでしょうか、それとも着ぐるみを着てるのでしょうか。さあどっちでしょう。食べられてんのかもしれません。あ、でもくちばしの下に顔があるから、これは着ぐるみですね。セーフ、食べられてない。はい、左側にね、スズメとフクロウちゃんいます。そしてこじまちが真ん中で、お兄さん右側ですね。右側も鳥っぽいんですけども、耳がウサギっぽいですね。可愛い新種の小鳥でございます。チューリップいっぱい描いてくださっておりますね。チューリップって秋だったっけ、あんま知らない。はい、ゆずりんちゃんありがとうございます。あ、次はにゃちゃんからでございます。にゃんこです。かわいいにゃんこ2匹いますね。なんかね、黒い子がですね、すごいピエンみたいな顔になっておりますけども、なんかあったんかな。こじまっちも一緒に遊んでおります。こじまっち、ちょっと猫アレルギーの疑いがあるのでね、一緒に住むことはできませんけど、遊ぶくらいなら大丈夫でしょう。よろしくな、にゃんこたち。にゃちゃんからのイラスト写真でございました。あ、次はこちら、りさちゃんからです。こちらはこじまっちのテレテレ顔にこうしてくれておりますね。上手やんか、こう背景切り抜いたんかな、すげー、めっちゃ輝いておりますね。一応ね、普通の顔とピエン顔は配布しておりますけども、こっちのテレ顔は配布してないのでね自分で頑張ったんでしょう。さあ、お次はこちら、ご主人です。こじまちのご主人、手芸。ただね、こんな感じに割と近いですね。はい、ご主人こんな感じです。そして近くにはこじまっちの好きなやつでございますでしょうか。あれ、プププチいるな。シレット、プププチ食べた人って書いてあるなT シャツはオリジナルということでね、すみこ暮らしのキャラクターたちの T シャツですね。すげえ派手。なかなかこの服を着てね、外に行く勇気はありませんのでね、部屋着にしたいです。と、左下のうさぎコスプレがめっちゃ可愛いんですよね。コンコジーと。コンコジーはあれね、元ネタパクってますのでね、挨拶。コンコジー、コンコジー、コンコジーはパクリでございますのでね、新しく自分で考えたいところ。今度みんなで挨拶を考える枠を作ろうかな。あ、骨チキンとか牛乳アイスもいるじゃん。可愛い。カービィとイカちゃんもいますね。ピカチュウもいます。でもでも、さらにまだありますよ。次、こちら。食欲の秋ということで食べてるんですね。マシュッチ、マシュマロの神様もいます。マシュッチって視聴者にいなかったっけ。これもまたリスナー軍団かな、そんな気がしますね。これは自分だっていうのを見つけたらね、ぜひぜひコメントしてみてください。こちら、りさちゃんの作品でした。ありがとうございました。はい、といったところで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回、来週お会いしましょう。秋になったのでね、ちょっと気温がね、涼しくなってきたと思います。風邪などひかないように気をつけていきましょう。ご主人はなんかね、喉の調子が悪いって言ってね、だいぶ2日連続休んでましたけども。もう復活したのでね、よかったです。それじゃあ、ならねー。